初戦白星、宿敵韓国を下しました。終わってみれば7回コールドゲーム10対0で日本が韓国を破っています。まあ、最後は2アウトから少し前田さん山岡苦労しましたが、そうですね、最後のウィニングボールもスライダーで、そうですね、決めましたね、はいはい。まあ、こういうねやっぱり経験もいいでしょうね。第2ラウンドの初戦は韓国相手に7回コールドゲーム10対0で日本勝利です。さあ、これで明日のキューバ戦、あさってのアメリカ戦、日本は弾みをつける一戦となりました。